はい、皆さんおはようございます。今日もアメリカの時間でございますけど、4月28日日曜日ですけども、日本の方は、まあ、29日で、月曜日になると思いますけれども、今日も福岡県、北九州市折尾からお送りいたします。こちらレクでございます。どうぞ、お付き合いくださいませ。さて皆さん、今日はもう簡単に言いますと、大谷さんが無安打でございますね。残念でございましたね。チャンスがいっぱいありましたけど、大谷さんがね、まあ、このコーナーで私話してますけど、大谷さんがね、落ち着いて見て打つと打てるんですけども、もうがむしらに何でもかんでも打つとやっぱりいい結果出ないし、1球から打つというのはね、今までも良くない。今日もね、大事な時にまたね、ランナーが2塁3塁の時に1球目に行く難しいボールをね、打たなくてもいいものを打って、バントしただけでも1点が入るんですよ。で、悪送球でも1点入るし、外野フライでも1点入るんだけども、いや、しかしたまにね、分からないって何考えてるのかなと思う。彼もそうだし、その後に来たテアスカハルネンデスも今日は全く同じ、もう何でもかんでもって3球三振で、その後に、今日はホームラン打ってましたフレディ・フリーマンが来まして、彼はまあ歩かされましたね。それで歩かされて、最後にはマンシーが来まして、マンシーはねフルカウントまで行きまして、結構いいボール打ったんですが、まあ足りませんでしたね。ということで今日はほとんどみんながあれですけど、まあ無機別だけ1個打って、あとはみんなあまり打ててないんで、あんまりいまいち良くないで、今日は先発もですね、ブルペンでもうみんなでやっていこうということだったので、まあ勝てたんですけどね、やっぱりね、スモールボールしないとこのチームはすごい大事なものいっぱい落としていくと思うんですよ。そう、大谷さんが知ってるはずなんだけどね。まあまあいいでしょう。ということでございますので、今日も参りましょう。ではですね、それ以外に、まあ、大谷さんはだから今日は、フライですね。これ一番最初ですね。はい。フライもですね、結構いいところまで行きました。これホームラン行くんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、取られましたね。それからラインアウト。セカンドにわーっといってアウト。それから三振。それからまたね、この一番最初に大事な時にポップアウト行きました。打たなくていいボール打ってましたからね、非常に残念ですから、大谷さんは今日は無安打でございます。だから、下げまーんということなんですけどね、今日は。それが大谷さんがですね、昨日ね、すごい強い192キロの球を打ったということで、すごい話題になっている、そのコーナーがありますね。で、大谷さんはね、最近の洋服とかいろいろあれ、大谷さんの考えじゃなくて、マミちゃん、マミコさんの好みじゃないでしょうかという話題もあります。で、大谷さんがですね、世界で一つだけ、昨日ですね、まあ、ブルージェイズ、トロントの方でですね、大谷さんはもうとにかく出入り禁止だと。この間来るって言って来なかったって。もう彼のせいじゃないんだけど、結局はファンはね、でも彼のせいにしたいって、買い方もそうで。それでまあ、それでブーイングいっぱいあったっていうのを皆さん知ってると思うんですけど、まあ、出入り禁止っていうのは初めてですね。で、まあ、それで、監督がですね、大谷さんに、もうブーイングでごめんなさいねって謝罪したということで、そういう情報は入っております。じゃあ、参りましょうか。はい、行きましょう。じゃあ、こちらですね。はい、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 はい。今日は、ということで、28日。はい、28日はどこですか？これだからね、休み、どこ行きましたか？これですね、28日。はい。で、これは負けでございましたね。はい、残念ながら。負けのスタンプ持ってきます。はい。これは負け。ということは、12敗。はい。18勝12敗になりましたね。残念ではありますが、そういうことになりました。明日からアリゾナダイヤモンドバックスとまたやりますので、またお楽しみしていただければと。そしてもちろん8号もまだお預けでございます。今日は出ませんでした。明日を頑張りたいと思います。はい。で、ゲームはね、まあ結構いいゲームだったんですが、チャンスが全部ダメだったんで、3勝1敗で負けました。
3対1で負けました。で、こちらでいつも負けてるんだよね、このグズマンが。なんで今日勝ったのか分かりませんが、1勝3敗。今日勝ったから、まあ1勝3敗ですね。で、グローブがね、今日はもう負けましたね、これ 6.88。 いや、あまり良くないやれだね。まあ、あとはそのロマーノっていう人がセーブして、終わりましたね。ということでございました。まあ、ここを見てみますとね、3点取った後にも何も取ってないんで、こちらはまあドジャースも1点だけでございましたね。何も取れませんでした。だ、これはね、もうね、メンバー表とか、このあれに、現れていると思います。ですから、ここをまず見てですね、ここも書いてないんです、今日は。まずはね、はい、大谷さんは4-0、フリーマンが1、あとはね、ここ見てまた、もうほとんどあんまり打ててないんだけど、打ててもバラバラバラでございます。これも1個だけですね、3-8-7から下がってますけど、大谷も今日は3-3-6。はい、残念ながら3-3-6でいきます。3-3-6、はい。3-6、はい、3-3-6。オプスも下がってますので、オプスはいくらですか ?1-1-1038。まあ、1000以上あればいいかなと。1-0-3-8。3-8。はい。0-3-8。打点はない。これは下げマンでございます。打点はもうないから、これはこっち置いときます。今回、まだその8、18。で、これもそのままで、このままで、このままで、これは下がり下がり。はい。ということで、今日は残念でありますが、下げマンでございます。はい。残念でありますが、そうでございますね。はい。ということで、ホームランも同じですね。このままですから。はい。そして、まあ、こちらの方、まだもう今日はね、面白くないですね。映ってないから。ちょっと後でこれ変えますけど、まあ、ここを変えましたから。はい。336。はい。336。はい。ランスは、まあ同じですね。今日は、ランスは1投も入ってない。大谷さん、打ててないので、ゼロですからね、そのままで、ホームランが7本のまま、RBI も18のまま、これもないし、これは1038、1038になってしまって、1038、38。はい、ということでございます。で、こちらも書いてませんが、明日変えましょう。こちらも新しくまたあれしますんで。はい。はい、あと明日新しく。はい。ということで、こんな感じです。で、ピッチャーもね、まあ変えて、グローブがですね、ちょっと3点取られましたけど、その後の人はまあまあ良かったですね。点数は取られてないから。ね、ウィシュシアもヤブローもクリスマットも良かったんですけど、まあこちらで取られて、まあ今日は打てなかったっていうのがね、大事な時にね、スモールボールはしないちということで、まあ一応見てみましょう。皆さんとご一緒に見てみます。いきましょう。はい、どうぞ。今日も大谷さんは、2番 DH で、指名打者ということでございます。皆さんどうですか？ドジャーズのこのボールをね、真ん中を見て、しっかりあれをずーっと同じものをしか見てなければ、見てれば分かるんですよね。ちょっと目を外すと分からなくなりますので、当たるかな、皆さん。はい、1だったそうでございます。こちら行きましょう。はい。で、はい。これがね、ラインアウトディープですからね。これは、ね、一番はまあまあ良かったですよ。ちゃんとしっかり見てましたし。ね、その後に急ぎ始めたんだよね。残念ながら。はい、1回目の打席でございます。ボールがよく見えてましたよね、最初は。ほなね、もう、フルカウントまで行って、これはいけるかと思ったらね、はい、これでございましたね。
まあ、取られました。はい、これだけですね。あとはあまりいいところないんでございますよ皆さん。はい、 No good result で、2回目ですけど、大谷さんが1球目から打つとあまりいい結果は出ないということで、ほらもう1球目から打って始めた。はい、セカンドにポップアップでしてラインでアウトになりましたね。はい、そして続きましては3回でございます。これは三振でしたね。はい、行きましょう。今回はね、ちゃんと見てましたね。こういう大谷さんがいいよ。あれはボールだって言っても、やっぱりね、前もこう話しておりますけれども、アンパイアはねコントロールできないんですから、我々子供にいつも言ってる近いボールを打ってくださいということで、ファーにすれば一番いいんですよね。はい、続きまして4回目でございます。これもパップアウトで一番大事な時ですよ皆さん。いいですか。8回の表ムーチーベイツがせっかくノーアウトで1塁、あ、2塁3塁ですよ。なんでそんな急いで打つのかは意味がわからない、私、大谷さん。まあ、ちょっと、ムーキーベースのちょっと見ましょう。ほらね、ここにありますよね、一塁三塁。で、大谷さん、1球目まず打った、あの難しいボール打って。で、まさか2球目打たないだろうねと思ったら、また内角で打って、ほら、簡単にアウト。信じられないですね。本当にもう、もっと考えたい、考えてほしいですよね。で、彼を歩かされて、で、テオルカ・ヘンデスもね、なんか知らないです。三球三振ですよ。で、何を急いでんのかね、こんな大事な時に。で、マック・マインシーは最後、すごくいいボール打ったんだけれども、まあ、結局は、上まで届かなかったということで、はい、ということで、ゲーム終了でございました。残念ではありますが、あまり良くない日でございました。それでは話題の方参りましょう。はい。なんか大谷さんがすごい速いボールを打ったということで、この2人がすごいんだって。で、エンジェルズの時代の写真しかなかったので出しました。この人はジアンカルロスね。この人はジャッジですね。もう2人ともでかい。大谷さんもね、負けてないね。ちょっと小さく感じるけど。じゃあ行きましょう。大谷翔平でも及ばぬ MLB 爆速打球を192キロ安打で米記者紹介。大谷は3本なのに通算32本の驚異大谷の時速192キロ敵地打で注目集めるスラッガー。米大リーグドジャースの大谷翔平投手は27日、日本時間28日、敵地トロントで行われたブルージェイズ戦で岩手花巻投稿の先輩にあたる菊池雄星投手と今季初対戦。2回の第2打席で右前に時速 119.2 マイル約 191.8 キロの敵地打を放った。自己最速、今季メジャー最速の爆速打に MLB 公式のサラ・ラングス記者は、これは大谷にとって通算3本目の時速119番マイル約 191.5 キロ以上の打球だと伝え、この数値を32本も記録している怪物も合わせて紹介した。はい。ラングス記者が自身の X、旧ツイッターに投稿したのは、2015年にスタッドキャストによる計測が始まって以降、119番マイル以上の打球を多く記録している3人。大谷は3本で3位にランクインしている。その上にいるのが誰かといえば、6本で2位に入っていたのがヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手。この方ね、はい。32本でダントツの数字を残すのが、同じくヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手だ。この方でございます。スタントンは身長6フィート6インチ、約 198.1 センチ、体重245ポンド、約 111.1 キロの巨体から凄まじい打球を放つ右の強打者。二十歳だった2010年にマーリンズで大リーグデビューし、2014年オフにはマーリンズと当時の史上最高額となる13年3億2500万ドル約514億6000万円で契約。2018年からヤンキースでプレーしている。
昨季は打率点 1.91、24本塁打に終わったものの、2度の本塁打王に輝いたパワーは健在だ。大谷は23日、同24日のナショナルズ戦でも時速の 118.7 マイル、約191キロの本塁打を放っており、今季は特に打球速度の向上が目につく。それでもスタントンの記録に追いつくにはまだ時間がかかりそうだ。はい、ということでございます。続きまして、大谷さんのね、髪長いというなんかいろいろね話題になっておるようでございます。いきましょう。はい、マミコさんの好みやろ、大谷翔平の最新スタイルから感じる異変をファン指摘。心境の変化かな。今まで見たことなかったわ。現地時間4月27日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平は敵地で行われたトロントブルージェイズ戦に2番 DH でスタメン出場。5打数1安打1打点をマークし、4対2でのチーム勝利に貢献した。一方、ここ最近インターネット上で話題となっているのが大谷のヘアスタイルだ。ヘルメットを脱ぎ、以前よりも明らかに伸びた髪をかき上げるだけで女子たちからは黄色い声。多忙でカットする時間がないだけかもしれないが、そうした変化にファンからは様々な反応が寄せられている。やばいやばい、大谷くんがまだ髪節ってない、伸ばしてるの、うん、超初谷の破壊力心境の変化かな、うん、それともマミコさんの好みやろ、短い髪も好きですけど前髪長いのもお似合い。ああ反対の手で髪をかき上げるとかモテ仕草なんだよな。髪を横に流す大谷選手なんて今まで見たことなかったわ、うん、図抜けた身体能力と誠実な人柄で大人から子供まで世代を超えて愛される大谷。そんなスーパースターの一挙手一投足に誰もが注目している。はい、ということでございます。続きまして、出入り禁止ということで言われてるんですけどね、大谷さんは出入り禁止だって言われてるんだけど、どうなんだろうね。野球と無関係なのにネタにされる大谷翔平の存在感デキンを番記者報告。地元紙のハリス記者がホッケー殿堂訪問時にレジ係に伝えられた一言。ドジャースの大谷翔平投手は26日、日本時間27日から敵地でブルージェイズとの3連戦に臨んでいる。昨年12月にはブルージェイズが大谷獲得間近という誤報が流れ、その翌日にドジャースと契約合意。そのような経緯から打席でブーイングを受けているが、番記者までブラックジョークの洗礼を浴びていた。地元紙ロサンゼルスタイムズのドジャース番ジャック・ハリス記者は、自身の X、旧ツイッターにホッケーの殿堂から挨拶。翔平大谷はブルージェイズと契約しなかったからこの中には入れないと、レジ係の人が私に言ってきたと投稿、うん、野球と関係ない競技の施設での出来事だったようだ。ブーイングを受けた球場だけでなく、街中にまで広がる大谷への礼遇にファンも反応。もはや永遠にネタになりそうな大谷さん、やりすぎだが面白いな、めっちゃするじゃん。大谷翔平が出入り禁止なのは世界中でここだけ。大谷くん何にも悪いことしてないのにずっとネタにされるねこれ、との声が上がっている。一方、大谷は26日、同27日の初戦、初回の第1打席で7号ソロ。試合後には、僕がブルージェイズのファンだったら普通にブーイングすると思いますし、野球、スポーツの一環かなと思います。と理解を示すコメントを残している。はい、ということでございます。出入り禁止ということですけどね、悲しいけど、まあ大谷さんは別に何も言わないけど、もう私は行かなくていいと、ね、そういうことかもしれないですけどね。ということで、監督ね、相手の監督、ブルージェイズの監督が謝罪したということで、ごめんねって、まあ大谷翔平にブーイングしてごめんなさい。試合前に談笑、敵将が笑顔で謝罪。ドジャース大谷翔平投手は27日、日本時間28日、敵地ブルージェイズ戦に2番指名打者で出場する。
試合前にはブルージェイズのジョン・シュナイダー監督と本塁付近で会話を楽しむ場面もあった、うん、昨オフに一部米メディアによって大谷がブルージェイズと契約するためにトロントへ向かったと報じられた、うん、前日26日、同27日の同カードではトロントファンからの大ブーイングの中初回に7号ソロを放った大ブーイングから一夜明けたこの日試合前に約15分ほどキャッチボールを行うと、うん、ブラディーミール・ゲレーロ JR らとハグして挨拶、うん、その後シュナイダー監督のもとへビル・アイアトン通訳らを交えてジェスチャーをしながら談笑していた日本メディアの取材に応じたシュナイダー監督は、うん、ただ挨拶しただけだよ、うんね、グッドラックお手柔らかにと言ったよ、うん、ブーイングしてごめんなさいとねと会話の内容を明かしたドジャースと対戦前に米メディアの取材に対し大谷にあげたブルージェイズの帽子を返してとジョークを飛ばしていた指揮官この日返してもらったかと問われるとはははは、ノー、まだだよ、笑い。ただの冗談だったからね。まだ彼がどこかで持っていてくれればいいんだが。まだ彼には何年も契約が残っているからね。うん、もしかしたらここにやってくるかもしれないし、と笑った。なるほどね。ブルージェイズの先発は菊池雄星投手。クレイトン・マッカロー、ドジャース一塁コーチが彼、大谷は今日は単打狙いなんだと話していたからそれはいいプランだねと返したよと指揮官はジョークを飛ばす場面も彼は何も悪いことをしていないよと因縁はもうなかったうん、なるほどねはいということでございましたよで最後になりましたけど今現在ですねプレーオフやるとしたらこういうチームが入りますよということでIf the postseason started today, 今日始まるとしたらこうです。いつもなんかやるんですけども、まあ内容はちょっと入れてませんが、ただこれがね、C って書いてあるんですよね、これ。しかしね、クリーブランド・ガーディアンというの、ガーディアンというチームなんですけど、なんだろうなと思って、シンシナティ・レッドかなとかいろいろ思ったんですけど、これは私が付けたものなんですけど、探してね。まあということで、これはクリーブランド・ガーディアンズの。で、アトランタ・ブレイブス、LA ・ドジャーズ、バルトモア・オリオールズ、シカゴ・カブス、ニューヨーク・ヤンキーズ、これはですね、ブルワーズですけど、ミルウォーキー・ブルワーズでございます。そして最後に、これもね、わかりにくいんですけど、まあ、ケイシーね、なんかなんかね、チキンのケイシーを食べてるような名前なんですけども、こちらもカンサス・シティ、ロイヤルズっていうんですね、ケイシーですね、カンサス・シティ。ということでございます。はい、こんな感じですけど、ということで皆さんと別れる時間がやってまいりました。はい、じゃあちょっとおさらいですけども、まあ今プレーオフ始まったらこういうチームが出ますよと、そして、シナイダ監督ですね、ブルージェイズの大谷さんに笑いながら、いやいや本当にブーイングされてごめんなさいねって笑いながら、まあそして大谷さんが出入り禁止になった場所があって。それが話題になっているようでございます。世界一で一つだけだと。まあ、大谷さんも冗談じゃない、行かないよなって思ってるかもしれないけど、あえて言わないね、優しいから。はい、ということでございます。髪をね、長くなって、あといろんなデザインとかね、まみこさんがやってるんじゃないかというね、そういう情報もありました。そしてこれですけども、大谷さんが、すごい速い打球を打って、花巻東のね、先輩からね、菊池雄星、その時の速さがすごいと。で、それを比べたら、今現在出てるのは、ジアン・カルロス・スタントン、ニューヨーク・ヤンキースと、同じくニューヨーク・ヤンキースのジャッジですね、アーロン・ジャッジという方が出てるようでございます。そんな感じですね。はい。あとはもうこれ渡しましたし、ここで皆さんとさよならの時間がやってまいりました。はい。ということで、ここで。はい。ということで皆さん、どうもいつもありがとうございました。それでは、See you later, alligator! See you later, alligator! Hello! それでは皆さん、また明日、お目にかかります。どうもありがとうございました。